皆さんこんにちは。中国共産党の暴虐な政治を批判するのを聞いて、中国は国が大きく、人口が多く、民族が多く、社会問題が多いため、強い手段を取らなければ国を治めることはできないだろう。共産党がなくなると中国では混乱が起き、国が分裂するのではないか。共産党の代わりに国を治めるような組織はあるだろうかとよく聞かれます。これに対して私はいつも、中国のすべての社会問題の原因は共産党です。だから共産党がなくなるとすべての社会問題はおのずとなくなり、国は穏やかになるんでしょう。分裂するかしないかは国民が決めるもので、分裂した方がもっと良いなら分裂しても悪くないでしょうと私は答えます。8月31日から中国ではモンゴル人の大規模なデモが行われています。自治区の区都である富豪都市をはじめ、通辽、赤峰、乌拉霍都市など内モンゴルの各地で学生と先生をメインに、一部の警察までデモに参加しています。現在、内モンゴルのモンゴル人学校はストライキをして同盟休校しています。原因は皆さんもお聞きになったと思いますが、中共政府が小中学校でのモンゴル語の教育政策を改革し、モンゴル語教科以外のすべての教科を中国語で授業し、しかも中国語の教科書を漢民族学生向きの教科書を使うようにしたからです。中国では少数民族の学校では中国語、日本人が言っているいわゆる北京語のほかに自分の民族語も勉強しています。中国語の教科書は漢民族向きのものと少数民族向きのものは違います。漢民族向きの方はもっと難しいです。要するに、今回事件の原因は他でもない中共です。中国では教科書の内容は共産党の宣伝部が決めるからです。現在実施している教育制度をそのまま実施すればいかなる問題もないのに、それを変えようとしたから問題が発生したのです。現在中国では中国語をわからなければいけません。このことはモンゴル人もよく知っています。だからモンゴル人も中国語を勉強しようとしているのです。どのように勉強するか、モンゴル語勉強と中国語勉強の関係を、バランスをどのように調整すればよいかを、すべてモンゴル人に任せておけばよいのです。政府はこのことに干渉する必要はありません。しかし中共は干渉しました。何でも一旦中共が干渉すると、必ず悪いことになります。もし中共がなければ、今回の混乱は絶対発生しないでしょう。日本は単一民族の国だから、民族の間の違いやトラブルなどについて、ほとんどの人は理論的には理解できても、実際経験がないから、モンゴル語での授業を中国語に変え、モンゴル人向きの中国語教科書を漢民族向きのものに変えれば、どんな問題が発生するのかよくわからないだろうと思われますので、今日は私は自分の経験から私個人の理解を話したいと思います。私は中国の内モンゴルで生まれましたが、モンゴル人でもなく、漢民族でもなく、朝鮮族です。現在みんながモンゴル族とか朝鮮族とかなど呼んでいますが、私はこの呼び方は好きではありません。いつから中国語ではこのように呼ぶようになったかは知れませんが、モンゴル語では自分の民族をモンゴル人と呼んでいます。朝鮮語でも自分の民族を朝鮮人と呼んでいます。モンゴル族、朝鮮族など、族というイメージはあまり良くありません。暴走族みたいに。これも多分共産党がやったことではないかと思います。いわゆる中華民族という実際存在しない政治的な民族を作り出して、漢民族を含めて全ての民族がこの中華民族という大民族に属する小さい民族のようなイメージです。
このことについて今後時間があるとき詳しく話します。今日はモンゴル語と中国語の教育についてお話しします。私は韓国人によく、うちモンゴルで生まれ育ったのにどうして韓国語を話せるのか、しかも韓国人と全く同じくとよく聞かれます。そうです、普通の人は理解できません。私の両親は日中戦争が終わった後、中国国内戦争がまだ全面的に発生していない時、中国と北朝鮮の国境線あたりから内モンゴルに出稼ぎに行きました。その時国境線の管理は厳しくなかったから、中国と北朝鮮両国で行ったり来たりしながら生活していたそうです。もともと1年後戻っていこうと思いましたが、国内戦争が全面的に起きたため戻っていけなくなりました。当時内モンゴルでは朝鮮人は非常に少なかったです。人間は自分の民族を守ろうとする意識は非常に強いです。これは他の民族も同じだと思います。守る方法はいろいろあると思いますが、最も目立つ方法は他の民族と結婚しないこと、もう一つは自分の民族語を教育することです。我が村には16世代しかなかったんですが、全部朝鮮人でした。周りは全部モンゴル人でしたが、我が村にはモンゴル人も漢民族も一人もなかったです。絶対侵入禁止でした。村には小学校がありましたが、先生から学生まで全部朝鮮人で、授業も全部朝鮮語でしました。日常生活において家でも外でも村の中では全部朝鮮語で話さなければなりませんでした。中国語で話せば大人たちに礼儀がないと叱れました。朝鮮語には日本語と同じく尊敬語がありますが、中国語には尊敬語はありません。ないというよりも日常生活ではほとんど使えません。だから私は子供の時は中国語は分かりませんでした。小学3年生になってから学校で中国語を教えてもらいましたが、先生は朝鮮人で、先生自身も中国語は上手ではありませんでした。モンゴル人もほとんど同じです。朝鮮人は教育を非常に重視しますが、モンゴル人はそんなに重視しないようでした。村に小学校があっても学校を通わない子どもは結構いました。中学校は村から約10キロ離れた人民校舎の学校で、学校の寮で住みながら勉強しましたが、8人住みの部屋でモンゴル人と一緒に住んでいました。中学1年生にはクラスが2つありました。1つはモンゴル語クラスで、もう2つは中国語クラスでした。モンゴル語クラスには全部モンゴル人学生で、中国クラスには朝鮮人数名を除いて漢民族とモンゴル人が半々ぐらいでした。それは強制ではなく、モンゴル人も朝鮮人も中国語を勉強したい学生が自ら選択したものでした。授業は中国語でしましたが、ほとんどの先生はモンゴル人で、先生自身も中国語が下手で、しかも知識レベルも低かったのです。だから授業するとき、中国語で話した後、モンゴル語でもう一回解釈する場合がよくありました。教科書は漢民族学生向きのものだったので、理解するのは難しかったのです。特に国語、つまり中国語は知らない文字がいっぱいあって、とても難しかったのです。中国語クラスだから、モンゴル語の教科はありませんでした。1年後、ちょっと大きいところ、都市と言われても良いほど大きいところに転校しました。中国は複雑で、地方によってかなり違います。その学校にもモンゴル語クラスと中国語クラスがありましたが、私は中国語クラスに入りました。このクラスには学生が約70名いましたが、ほとんどは中国人で、モンゴル人は少ないでした。しかしモンゴル人は中国語が非常に上手で、中国人とあまり変わらないほどでした。
学校の寮にはほとんど田舎から来たモンゴル人で、彼らの中国語は上手ではありませんでした。2年後、中学校を卒業した後、まだ大都市通辽市の民族中学校に転校しました。高校1年生にはクラスが9個ありました。第1から3は中国語クラスで、第4はモンゴル語クラス、第5は朝鮮語クラス、第6から9はまたモンゴル語クラスでした。今回私は朝鮮語クラスに入りました。中国は確かに複雑です。少数民族の場合、田舎の子供は中国語がわからなく、都市の子供は自分の民族語がわからないです。ですから往々に田舎の学生は小学校は民族語の学校を通い、中学校からは中国語を勉強しようと中国語クラスに入る場合がよくあります。都市の場合はちょうど反対です。小学校は中国語の学校を通い、中学校からは自分の民族語を勉強しようとする人がいます。学生自身が勉強しようとするというよりも、ほとんどは両親が勉強させたいということです。このような学生が来たら、モンゴル人の場合はクラス1から3に入れます。これらのクラスは中国語で授業を受けるものの、学生は全部都市で生まれ育ったモンゴル語がよくわからないモンゴル人です。朝鮮人の場合はクラスが一つしかないから、うちのクラスに入ってきますが、その2、3人のために朝鮮語教科以外は全て中国語で授業をしなければなりません。ですから中国語クラスとあまり変わらないでした。以上は私が経験したことの一部です。要するに中国は非常に複雑で、同じ民族でも地方によって状況が違い、同じ地方でも民族によって状況が違います。だから何でも確率的に処理することは難しいです。もちろんこれは40年前のことで、現在は状況が変わったと思いますが、大きな変化はないと思います。このような状況でモンゴル人に小学校1年生から中国語で授業し、漢民族学生向きの国語教科書を使えばどんなことが起きるのでしょうか。直接結果は、学生は先生の話が理解できないため勉強を諦めてしまい、学校に行かなくなる可能性が大きいです。モンゴル人にとって中国語は外国語と同じです。外国語は誰でも簡単に覚えるものではありません。頭がいいから勉強できるものでもありません。もう一つは、私は周りが全部モンゴル人の環境で、朝鮮人はどのように自分の民族を守ってきたのかを話すとき、民族語教育のことを重視したと言ったことがありますが、モンゴル語の教育を受けないとモンゴル人は世の中から消えてしまうでしょう。この2つのことについて次回話すことにしましょう。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。